皆さん、新型コロナウイルス感染症が広がる中、いかがお過ごしでしょうか。さまざまなニュースで心配ばかりが増えていませんか。今回は感染症の予防にもなるお口のケアについてお話しさせていただきます。人には免疫力というものがあり、人の免疫は害を与える微生物などに対して働き、病気を軽く済ませてくれたり、発症を未然に防いでくれたりします。病気の発症はこの免疫力と微生物が悪さをする力とのバランスが崩れた時に生じます。ですから、このバランスを免疫力優位にしておく必要があり、その方法の一つが口腔ケアということになるのです。口の中には細菌がたくさんいるのをご存知ですか。常在細菌といって体を守る働きを示すものもありますが、悪さをする細菌もいます。この悪さをする細菌やウイルスを減らすことが大切です。細菌の塊であるプラークは歯磨きをしないと落とすことはできません。そして口の中のもう一つ細菌の塊、それは舌の表面についた舌苔です。口の中が汚れていれば敵が多すぎて免疫機能が低下してしまいます。ですから、これらの細菌を口腔ケアにより減らすことで、口腔の免疫が十分に働くことができるようになるのです。新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延し、多くの人を苦しめています。最先端の科学によりワクチンや治療薬の開発が進んでいますが、まだ完成していません。そして新型だけあって、わからないことも数多くあります。このような時、大切なことはこれまでの経験を総動員して、感染しないために良いと考えられることは何でも行うということです。例えばマスクも、はじめは海外では推奨されていませんでしたが、今は誰でも必要なことを知っています。歯磨きなどの口腔ケアはインフルエンザへの感染リスクを下げることが分かっています。またお口をきれいに保っておくと、誤嚥性肺炎などの発症を防ぐことも分かっています。肺炎のリスクのある高齢者が新型コロナウイルスに感染すると重症化の恐れがありますので、これらの経験を新型コロナウイルス感染症対策として試す価値は十分あります。もう一つ大切なことは歯周病対策です。歯周病を放置し重症化してしまうと、歯周ポケットという深い溝ができてしまい、プラークや歯石のように細菌の温床ができてしまいます。歯周ポケット形成の原因となる歯周病原細菌は、さまざまなタンパク質分解酵素を出し、口の中の粘膜を破壊します。壊れた粘膜は体内へのウイルス侵入を容易にし、ウイルス感染を進めてしまうことも分かってきました。また血管に入り込んだ細菌やその細菌が出す毒素は、体中をめぐり全身の病気に悪影響を及ぼすことも明らかになってきました。今、歯科医院は高度な感染防止対策を行い、皆さんを受け入れる準備を整えています。ぜひ口腔ケアの大切さを理解していただき、歯科疾患を悪化させないためにも、歯科医院でのチェックも忘れないでください。皆さんはフレイルという言葉をご存知でしょうか。フレイルとは日本語で虚弱を意味する言葉であり、高齢になって心身の活力が低下した状態を言います。このフレイルは筋力などの身体機能の低下より先に、社会参加や周りの人との交流が減ったり、口の機能が衰えることから始まります。フレイル予防には3つの柱があります。1つ目は栄養です。
食事や歯科口腔の定期的な管理が大切です。2つ目は身体活動です。たっぷり歩いたり筋トレを頑張ったりすることが大切です。3つ目は社会参加です。お友達と一緒にご飯を食べたり前向きに社会参加することが大切です。これらの3つの柱を底上げして健康な日々を送るようにしましょう。さてここで皆さんに質問です。ご覧の質問に当てはまるものはありますか？食事中にむせたり食べこぼしたりする、食欲がない、少ししか食べられない、柔らかいものばかり食べる、滑舌が悪い、舌が回らない、お口が乾く、匂いが気になる、自分の歯が少ない、顎の力が弱い。さあ皆さんはいくつ当てはまりましたか？お口に関する些細な衰えが積み重なると口腔機能の低下や心身機能の低下につながる可能性が高くなります。このことをオーラルフレイルと言います。ではどうすればオーラルフレイルを予防することができるのでしょうか？大切なことはこの3つ。 1. かかりつけ歯科医を持つこと。 2. 口の些細な衰えに気をつけること。 3. バランスのとれた食事をとること。これらがオーラルフレイル予防には大切なことであり、健康長寿のために重要な予防策なんです。またオーラルフレイルのセルフチェック表を使ってご自分のお口の健康状態を知ることも大切です。早速チェックしてみましょう。画面の表で採点してみてください。半年前と比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物でむせることがある、義歯を入れている、口の乾きが気になる、半年前と比べて外出が少なくなった、サキイカ、たくあんくらいの硬さの食べ物を噛むことができる、1日に2回以上歯を磨く、1年に1回以上歯医者に行く。さあいかがでしょうか？合計点数が2点までの方はオーラルフレイルの危険性が低い方、合計点数が3点の方はオーラルフレイルの危険性のある方、合計点数が4点以上の方は危険性が高い方になります。このビデオをご覧になって気になることはありましたか？オーラルフレイルは歯科医院に通うことで改善することができます。いつまでも元気でおいしく食べられるように、かかりつけ歯科医に定期的に通ってずっと笑顔で健康長寿を目指しましょう。